こんにちは、エバツタケシです。今回は、愛している人に怒りをぶつけてしまう。子供を家に置いてまで不倫相手に会ってしまう。パチンコに夢中になって、子供を車に残しているのを忘れてしまう。モンスターペアレントになってしまう。ストーカーになってしまう。というテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは人を好きになるようにプログラミングされています。 私たちは個人差はあるけど、人に愛おしさを感じるようにできています。私たちは他人を愛し、愛している人を可愛いと思い、優しくしたい、大切にしたいと思うようにできています。私たちの中には、多かれ少なかれ、何においても子供を優先させるという思いがあります。なぜなら、大人と子供が限りある資源を本気で取り合ったら、体が大きな大人、 人生経験が豊富な大人が有利になり人類が絶滅してしまうからです。私たちの中には子供を守らなければいけないという思いがあるからこれまで種の保存に成功できています。子供を愛するとは種の保存につながることなのでポジティブな感情が生まれます。子供を大切にする気持ちが強くなればなるほど脳内にドーパミンやエンドルフィンといった 報酬系の神経伝達物質がが放出され、強い幸福感を得ることができます。自分の子供を大切にすることに喜びを覚えると他者の子供に対しても愛おしさを感じるようになります種の保存が目的になっている人間は弱い者を守りお互いに支え合おうとします配偶者を大切にしたいと思うのは子供を守るためには 子供を育てる親を大切にした方がいいという意識が働くからです。子供ができると子供と同じように配偶者を大事にしなければいけないという気持ちが強くなり、より強く愛情という感情が引き出されます。主を守らなければいけないという気持ちを外側に広げていくと大切な存在がどんどん増えていきます。大切なものが増えれば増えるほど愛おしさを感じる場面が多くなります。 家族を守りたい、友達や恋人を大事にしたい、人類を救いたい、と愛する対象がどんどん広がっていきます。そして、猫が可愛い、花が綺麗だ、山や川や海が美しい、地球に感謝している、太陽に感謝している、宇宙に感謝している、ビッグバンに感謝している、と人間以外にも愛おしさを感じるようになります。私たちは基本的には、 弱いものを守りたいと思っています。私たちは人を好きになったり愛するようにできています。しかし愛情も感情の一つなので他の強い感情に凌駕されてしまうことがあります。強い不安や不満を抱えていると自分の中にある愛を感じられなくなります。不安から逃れたい、不満を解消したいという思いはイライラとして現れます。イライラしていると 他人のダメなところばかりが目につくようになり、身近な人を攻撃するようになります。これもできていない、あれもできていないと批判し、相手を疲弊させてしまうことがあります。ストレスが愛情を圧倒すると、自分が守りたいと思っている人を攻撃したり、自分が大切にしたいと思っている相手を傷つけてしまうことがあります。他人を攻撃してイライラを発散すると、 心が静まっていきます。すると、再び相手に対する愛を感じられるようになります。そして、私はなんでこんなことをしてしまったんだ。なんで大切な人を傷つけてしまったんだ。と後悔します。そのような時は、相手に謝罪することができます。感情的になってごめんね。八つ当たりをして本当にごめんね。と謝ることができます。私たちは完璧な存在ではないので、イライラして、 自分の大切な人に怒りをぶつけてしまうことがあります。そんな時は、すぐに自分の非を認めて、謝ることが重要です。自分のしたことを認められず、相手が悪いんだからしょうがない。自分は正しいんだから、これぐらいして当然だ。という考えに執着することで、怒りの炎を燃やし続けることになり、相手に対する愛情を感じられなくなります。お前が悪いからだ。 あなたが悪いからいけないんですよ、と自分の正しさに固執することで、相手を愛すことができなくなります。私たちは不完全な存在なので、感情に振り回されてしまうのはよくあることです。そんな時はすぐに謝って、相手を愛おしく感じられる状態に自分を戻してあげましょう。私たちは強い快楽に圧倒されると、愛おしさを感じられなくなることがあります。 快楽を求める気持ちが思いっきり高まると愛情が置き去りにされてしまいます。例えば不倫によって得られる快楽が子供への愛情を上回ると子供を置いて家から出ていくという行動に出ることがあります。お金に対する執着が子供に対する愛情を上回ると親子間で金銭トラブルが起きることがあります。ギャンブルをしているときはこれで勝ったらすごいことになる。 ものすごく儲かるかもしれないと興奮状態になっています。そのような強い期待をしているとき、他の感情は忘れ去られてしまいます。早くパチンコがしたい、早くいい台を取らなくてはいけないということしか考えられなくなり、子供を車に置き去りにしてしまうことがあります。逆に、愛情があまりにも強すぎて、自分をコントロールすることができなくなるときがあります。例えば、自分の子供を可愛いと思うあまり、 過保護になってしまったり、モンスターペアレントになってしまうことがあります。恋人を愛おしく思うあまり、ストーカーになってしまうこともあります。大切なのは、人を愛する気持ちを持ち続けることです。快楽に溺れることで、自分の中にある愛を感じられなくなります。愛される気持ちよさに囚われることで、自分が愛することを忘れてしまいます。 お金が欲しいという欲望に執着することで大切な人を愛することを忘れてしまいます。何よりも人を愛すことが大事だと思っていることで大切な人を置き去りにしてまで快楽を求めることがなくなります。自分の中にある愛を外側に広げていくことで自分の子供だけ得をすればいい、あとはどうでもいいとならなくなります。自分の大切な人は何を求めているのか、 と相手目線に立つことで相手を束縛したりコントロールするのは良くないことだと気づくことができます。ということで自分がなければ自分の大切な人を守ることはできません。だからまずは自分自身を大切にすることから始めましょう。自分を愛し自分を守り抜くことで人を愛せる自分を維持していってほしいと思います。 今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら色々いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エバスサキシでした。